今回はマックス150キロワンと対決ですが、誰も予想できなかった展開に。本日対決するのはマックス150キロ絶叫系ウワン、高見良介投手。前回の動画ではマックスまであと1キロと迫る149キロを叩き出した超本格派でございます。そんな良介さんに対し、今回私竹虎と守備猿が打席に。早いね早いよ。実は大学野球部に所属せず、自分でこういろいろ勉強して150までたどり着いた人なん。努力の人、独学の人。見て球、ま、吹き上がってます。打つよ、申し訳ないけど。打つか、うん、俺まっすぐ好きだもん。あ、そっか、突き刺ってるから。なるほどね。この対決のルールを説明いたします。2イニング勝負、点が入れば弾丸チームの勝利、無失点で抑えたら良介投手の勝利となります。150キロ雑草臭い球人、1球目。うわー、はいえー、うわー、はいえー、早いね。4パチ。さあどうだ、2球目。おお、コントロールいい。何を投げるか、ストレートだけで十分な気もするが。おお、ナイス。え、今動きました？動いた気がする。なるほど。動けね。さあ、追い込まれてからの、このボール、ナイスカット。追い込まれてからの、このボール、ナイスカット。カットした？当たって。当たって、嘘、三振？だよね。めっちゃ曲がったよ。今上がったよ、だって、球。うん、今のカットですか？はい。なるほど。あの、アドバイス一つ言うとですね、いきなり打った方がいいです。わかりました、ね、いきなりドンって打ちに行った方がいいです。あ、出た、ヘッドランバット、ヘッドランマン、ヘッドランマン。大学投げるんか。いや、投げないです。ずる、うわずるい、あの大人嫌いだ。はいや。おお、当たった。おお、当たった。わあ、いいよ、ついてってるよ。うわー、ライト前。うわー、ライト前。よっしゃー、すげえ、ライト前。めちゃめちゃキモい打ち方だけど打った。あの、体開く時間ねーと思ってバットだけこうなった。今激しみだけど、すごいすごい、そうだよ、お前まっすぐだけどって、まっすぐ見てよっしゃじゃないんだよお前ちょ、それ言わんといて。しゃあ、頑張れ、じゅんさん、ワンアウト一塁。おお、今のはなんだ？カット。カット。おっとー、どうだこれは。なんて言えばいいんだろうな。横で見てるよりえって感じ。えって感じ。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 ファール。三振。三振。ジャイロフォークみたいな感じかな。かもしれない。イメージ的には。ナイスピッチャー。二イニング目。よし。さあどうだ。早いね。さあ頑張れ。おー、カットか。さあ、ツーボールからバッティングカウントです。いけ。おー、いいですよ、いいですよ。さあ、どうだ、球種は絞られてくると思うが、ここから打てるか。終わったー。
これ打てるか。おっとー、どうだ、これはどうだ、センター前だー。今のはストレートですか。ストレートです。なるほど。なんか、いや、もうここから本気出します。え、本気じゃなかったの。ジュンさんの時出してよ。渋っ。対決客でバントする人初めて見た。おお、なんだあいつバントしようとしての対決客で。さあ、いけたけたら。わあ、ファルボ。うわ、今くそ打てた。いや、ショートのエラーにして。エラーはないな。さあ、ここまで差し込まれ続ける弾丸メンバーですが、ここから逆襲が始まります。再現。わあ、再現。わあ、落ちたー。うまい、うまい。今のは何ですか。ストレートです。ストレートか。ハリハリ。145キロです。でかいな、陽介君。ストライ。金玉ギリ。カット。カットだからちょっとこっちだ。ここで股間効果か本能が呼び起こされた竹虎、人生最高のスイングを見せます。下村竹虎。うわ、打った。うわ、打った。うわ、打った。ライト前かな。1,2 の3、勘を頼りにフルスイングをした結果、ライト前。おそらく今年のダウンは使い切ったであろう。このヒットで満塁とします。しかしここで球場の利用時間が残りわずかとなったため、ワンアウトでなくツーアウト満塁に。あっぱれの3番でもある守備猿、勝負を決めれるか。さあ、守備猿 VS 凌介、違うかずか、男の勝負。おっと、今のなんだ、キャッチャーが取れない。カットボールか。おっしゃー、吹き上がっております。さあ、行け渋沢ちゃん。おー、うー、いいね、力んでおります。さあ、どうだ。気温はちょっと高くなっております。この中投げ続けるのは確かに暑い。体力消耗もある。ギアを上げろ。おお、早いな、今の。今の早いね。わーっとー、わーっとー、わーっとー。これはセカンドの頭上を超えたー。弾丸点を取り、両世さんに勝利。ピッチャー膝から崩れた。あー、これで彼の春は終わった。まだ夏がある。あの、軟式は我々のワールドですから。詰まってるから基本的に全部途中から指が。え、大丈夫すごい、やっぱ指先がもうめちゃくちゃ使ってる。これは何、勢いで切れちゃうんですか。勢いで割れちゃいます。それいつも投げてる時も切るんですか。いや、それがあそこまで縦割れするぐらいだから。いや、そうなんです。いや、でも本当にナイスボールでした。ありがとうございます。普段軟式ないからね、変化球とか難しかったですよ。めちゃめちゃ難しかったです。そう、たまにね、軟式やるぐらいだから。これ多分公式やったらすごいよ。あの、俺らってやったらもう、あ、もうしないよ。バットないよ。いや、あの、しないしない。もうこれで終わり。いや、勝ち逃げ、最低、最低の大人たち。
じゃあ今度ね、もし機会があれば、はい、公式で、はい、またリベンジマッチしましょうよ、ね、やりましょう、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ね、いや、りょうすけさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。